小池知事はリオオリンピックの閉会式でオリンピックの旗を次の開催都市に引き継ぐセレモニーに出席するためブラジルに向けて出発しました。現地ではですね、まず閉会式 の、 ハンドオーバーセレモニーで旗をですね、しっかり受け継いでまいりたいと、日本をしっかりと PR できるように、衣装もさることながら足を踏ん張ってよろめかないようにしたいと思っております。知事は現地で交通インフラや仮設競技場の整備状況、治安対策を視察したいとしています。その他、リオ市長や IOC、はい、国際オリンピック委員会のバッハ会長と初めて会談を行い、24日にオリンピック旗を持って帰国する予定です。